はい、どうもこんにちは、バシーとメグとミンです。はい、さ、本日紹介するのはもう目の前にありますね。ただいま新宿パルコアトレでやってるやつですね。行ってきました。コロナ禍だったんでね、行くのちょっと控えようかなと思ったんですけど、最近ちょっとミクチャに関するグッズ系もね、ちょっと少ないんで、ちょっとこの機会にね、ちょっと平日に行ってきました。はい。とりあえず気になったグッズだけポンポンと買ってきてた感じなんで、軽く見ていきたいなと思います。それから、あとこちらですね、僕らが日本を継いでいくというイベントが延長されましたので、そちらもついでに行ってきました。はい。でそちらの方もちょっとレポみたいな感じで、ちょっとね、画像と一緒に振り返る系で、見ていきたいなと思います。はい。でグッズもちょっと買ってきました。手ぬぐいとかね、買ってきましたんで、そちらの方も、見ていきたいと思います。はい。でそれからさらに秋葉にも行ってきまして、秋葉でこちら見つけました。ロード DJI、 はい、もう見てきましたんで、こちらの方もねちょっと後で見ていきたいなと思います。といってもまあ別にレビューするほどものじゃないとは思うんですけども、はい。はい、じゃあ軽く見ていきましょう。はい、バシヤとミクミンチャンネル。はい、ではですね、早速、何があるのか、グッズだけね、見ていこうかなと思います。で、これが7月の、ごめんなさい、6月の26日から7月の5日までが新宿丸井で、7月の3日から、7月の12日が、神戸丸井で、7月の3日から7月の12日、まあ同じ期間ですね、が博多丸井でやるみたいです。はい。で、何があったのか、グッズをちょっとね、軽く見直していこうかなと思います。はい、まずは、B2 タペストリーと、トレーディング缶バッジ、が2種類ですね。はい。3種類か。3種、4種類ですね。はい。で、それから、レクタングル缶バッジ、アクリルスタンド、アクリルスタンドキーホルダーが、3つ。アクリルスタンドがもう1個。はい。で、A5 のダイカットステッカーと、A6 のダイカットステッカーですね。はい。が3種類。ごめんなさい、4種類。はい。で、A4 のクリアファイルが、1,2,3,4,5,6,6 種類ですね。はい。で、それからマグカップ、チェキ風カードファイルとチェキ風カードですね。カードセットが1,2,3,4 種類ですね。はい。で、あとは、モーテル風アクリルキーホルダー、キャラクターモチーフ T シャツ、ビッグシルエット T シャツ、パーカー、トートバッグ、キャラクターイメージ、西羽織かな。はい。が、あるような感じになってましたね。うん。あと、ペンケースか。うん。で、あとコラボレーションスイーツで、チョコインサブレですね。と、それからゴーフレットっていうような感じになってました。うん。まあ、パッと見るとこんな感じなんですけども、今回自分が買ってきたのはさっき机の上に置いてあった通りなんですけども、今回缶バッジはスルーしました。アクリルスタンド、ミクちゃんとリンちゃんの、はい。でそれから A4 のクリアファイルですね。はい。こちらを、全て買ってきました。はい。でマグカップもスルーして、チェキ風カードですね、トワさんとあと井口病院さんのやつですねを買ってきました。はい。っていうぐらいかな。あとは、コラボレーションスイーツですね。こちらの方、チョコインサブレ2個買ってきました。はい。っていう風な感じです。うん。じゃあ早速ね、グッズの方見ていきたいなと思います。はい。でですね、早速グッズの方見ていきましょう。グッズは今回、まあ、先ほど見た通りなんですけども、まずはそうですね、クリアファイル全種から見ていこうか。はい。クリアファイル、こんな感じになってます。じゃん。はい、これで見やすいかな。うん。1枚目が、トアさんのイラストですね。やっぱこれすごい可愛らしくていいなと思います。はい。で今回、コラボした、キャラクターがそれぞれ全部写ってるのもまたいいところですね。はい。裏面こんな感じになってます。うん。ここの部分がねちょっとめくれちゃったんだよね。あとでクリアファイルのこのカバーのやつだけちょっと入れ替えないとね。うん。なんかバルーンが回ってて、なんかすごく可愛らしくていいですよね。はい。クリエイターズパーティーですね。はい。でこちらが九段のやつですね。6人全員写るんですけども、いやもう顔とあとポーズよ。なんかそれらしい感じにはなってるけどね。すごいシュールなクリアファイルだなと思います。はい。裏面見てみるとこんな感じ、ビアプロキャラクターズって書いてありますね。はい。はい。続いてこちらがウサギのやつですね。うん。ウサギのイラストすごい可愛らしくていいなと思って、今回チェキ風カードのやつも買ってきたんですけども、はい、こちらですね。うん。よいしょ。これも
これは可愛くて好きだなと思います。で、あの人参のイラストが書いてあるんですよね。それぞれのキャラクターたちのカラーをした人参があり、まあるような感じになってます。はい、これもいいよね。はい、裏面見てみるとこんな感じ。うん、これは初音ミククリエイターズパーティーって書いてあるだけなのね。うん、表面にピアプロキャラクターズって書いてありますね。なんであれだけ裏面が違うんだろうな。はい、コーペンちゃんのやつだけクリアファイル買ってきてなかったな。ちょっとミスりましたね、ごめんなさい。はい、でこちらがあのちょっとリアルめなミクちゃんのやつですね。はい、後ろの下の方に初音ミクってすごいかっこよく書いてあるんですよ。なんかあの誘拐犯とか使うような手紙みたいな感じなんでね。はい、裏面見てみるとこんな感じです。裏面はちょっと迷彩柄みたいな感じなんでね。 The First Sound From Future、で英語で書いてありますね。陽一郎さんのイラストです。はい、こういったミクちゃんもたまにはいいのかなって感じがしますね。はい、じゃあ続いてこちらですね。こちらのミクちゃんのクリアファイル、トーソンのやつなんですけども、これはあの6枚まとめて入ってますので、これちょっと開封して開けてみたいなと思います。はい、でですね、クリアファイル開けましたんで早速見ていきたいと思います。はい、まずはこちらミクちゃんですね。大きく写されてていいですね。写されてて描いてていいですね。ちゃんと五線譜とかもあって、あのボカロさを出してるのもいいですね。後ろはあの今回のバルーンを意識してな感じになってます。はい、ミクと書いてありますね。はい、裏目見てみるとルカネになってます。ルカネ、やっぱこの長いスカートが見える足がセクシーでいいですよね。はい、ってな感じになってます。ピンク色で、これもちょっとだけど、五線譜とね、楽譜が見えますね。五線譜が見えますね。楽譜じゃねえよ。はい、ミクちゃんこんな感じになってます。ミクちゃんとルカネですね。はい、続いてリンレンですね。リンレンも、やっぱ表裏で印刷されてる感じになってます。なんかリンレンはやっぱこんな感じでいいよね。でもできればあの1枚ずつで欲しかったのかなって感じがしますね。まあいつも新宿とかのやつってね、大体こんな感じですけども。はい、リンちゃんがこう可愛い感じで八重歯が生えてるのがまたいいね。はい、レン君はこんな感じになってます。レン君も結構かっこよく描かれてますね。はい、はい、そして今回最後は、メイちゃんと、カイトになります。先ほどもあの悪秘で言ったんですけども、カイト今回イラストすごいでかく描かれてますよね。はい、で裏面は、メイちゃんだというような感じになってますね。メイちゃんとカイトだけ今回バルーン持ちがかりなのね。はい、いやメイちゃん可愛くできてますね。可愛くセクシーに描かれてていい感じです。今回トワさんの描いたやつちょっと浮いてるっていう感じになってんだね。なるほど、よりセクシーさが増してますね。はい、っていう感じになってます。これはちょっと嬉しいよね。はい、じゃあ以上がクリアファイルになります。じゃあ次はね、チェキ風カード、これ開封して見ていきたいなと思います。はい、でですね、チェキ風カード開けましたので見ていきましょう。はい、こちらが井口病院さんバージョンですね。井口病院なのか井口病院さんなのか。ちょっと難しいですけども。はい、チェキカード見ていきましょう。メイちゃんの時から出てきたこのチェキ風のカードね、結構ボコボコ出るようになりましたね。はい、裏面こんな感じになってます。はい、クリエイターズパーティーという感じに書いてありますね。はい、ミクちゃん、リンちゃん、レン君、ルカネー、メイちゃん、カイトというような感じの、ウサギになってます。はい、可愛くはあるんだけどね、もう顔が完全に、いや体型もなんですけども、全部ウサギになっちゃってるからすごいよね。でちゃんとねヘッドホンをね耳にしてるっていうのが面白いよね。たまに自分の耳を理解しないキャラクターいますからね。はい、まあいいや。じゃあ次、トワさんのやつ見ていきましょう。トワさんのやつは、ここにミクっていう風な感じにリン、レン、ルカ、メイコ、カイトというような感じに書いてありますね。可愛らしくていいんじゃないかな。はい、裏目見てみるとこんな感じ。同じですね。はい、ミクちゃん、リンちゃん、レン君、ルカネ、メイちゃん、カイトというような感じですね。はい、これはね、あの専用のファイルが今回売ってたんですけども、今回はちょっとパスしました。はい、よし、じゃあ次、アクリルスタンドの方組み立てて見ていきましょう。じゃーん、はい、完成しましたんで見ていきましょう。はい、ミクちゃんとリンちゃん随分大きさ違いますよね。これで同じ値段かって感じがしますが、はい、で見ていきましょう。ミクちゃんかなり大きく印刷されていて、直径10センチぐらいありそうだね。裏面はこんな感じになってます。裏面を傷つけるとアウト系のものになりますので、これ裏面は大事にしないといけませんね。台座も同じものになってます。はい、
で台座は、ミクっていうような感じに書いてあって、こちら側から見るとアートバイ、白雪とはっていうような感じに書いてあります。うん、まあおそらくミクちゃんが表目に来るこっちが正しいんじゃないかなと思います。はい、いやでも可愛らしくできてるね。大きさはネンドロイドとほぼ同じぐらい。はい、リンちゃん見ていきましょう。リンちゃんこんな感じになってます。リンちゃんもミクちゃんと同じで、そうですね、全体像が、大きく描かれているような感じになっています。はい、裏面やっぱりミクちゃんと同じになってますので、裏面傷つけるとアウト系のものになります。台座も一緒ですね。はい、台座はミクちゃんと同じような感じの構図になっていて、リンというような感じに黄色で描かれているような感じになっています。はい、大きさのあれがすごい。どうしてこうなっちゃったんだろうなって感じがしますね。これで同じ値段っつうのがすごいわ。はい、じゃあ最後、こちらの、クッキーですね、開けていきましょう。しっとりサブレ、チョコインサブレか、チョコインサブレになってまして、3枚入りになってます。で、中には、ステッカーだかなんだかが入ってたので、早速開けて、何が当たったのか見ていきましょうか。はい、で開けましたので、早速見ていきましょう。よいしょっと、さっと出してみると、やっぱり下の方にあるこの紙の中に入ってみたいですね。はい。よし、じゃあ開けましたんで見ていきましょう。さあ誰が当たったかな。よいしょっとペラッと見てみると、じらしますね。はい、おルカネーダー、おーかわいいね、めちゃめちゃいいじゃん。はい、ツヤツヤテカテカなシールが出てきましたね。はい、 OK、 1枚目はルカネですね。さあじゃあもう1枚は誰が当たったのか見ていきましょう。さっと見てみると、ダブったルカネだ。あんだけある中から2つ選んだのに。まあこういうこともあるよね。はい、なんかこういうのって私ちょいちょいルカネがダブることが多い気がする。まあいいや。はい、じゃあ、こちらの、しっといサブレですね、ちょっと開けて食べてみたいなと思います。はい、よいしょ。はい、開けましたんで早速引っ張り出してみてみましょう。よいしょ。はい、さっと出してみると、ああ、お手本みたいなクッキーですね。なんか結構分厚くて結構美味しそうですよね。はい、じゃあいただきます。あー、好きなタイプのお菓子だ。すごい、あの食なんだろう、サクッとするんですけども、ボリボリじゃなくてサクサク食べるタイプのやつですね。うん、でもウエハースみたいな感じのやつじゃなくて、あのすごいしっとり感があるような感じのクッキーになってますね。うん、美味しいな。中に入ってるチョコもグーですね。はい、じゃあこれは後でゆっくり食べるとしよう。はい、よし、じゃあ一通り、グッズは見たので、次ですね、僕らが日本を継いでいくで買ってきた、グッズちょっと見ていこうかなと思います。うん、クッキーうまい。はい、ではですね、僕らが日本を続いていくで買ってきた、クリアファイルと、それから、これが手ぬぐいだったかな、はい、を見ていきたいなと思います。手ぬぐいは後で見ましょう。はい、まずはクリアファイルですね。はい、今回新しく追加、まあ新しくってわけじゃないんですけども、以前やっていた時から追加された、ミクちゃんのイラストがこちらになります。はい、いや可愛らしくできてますよね。でまたケイさんのイラストで和服を着てるミクちゃんがまたいいですよね。姫っぽくてすごくいいです。うん、髪飾りのところとかもね、あの桜の花みたいな感じになっててすごくいいですよね。はい、似合ってるな。はい、裏目見てみるとこんな感じになります。いかにも和って感じがしますよね。うん、はい、じゃあ次、リンレンですね。これも前回出てなかったやつですね。はい、リンレンのクリアファイルはこちらになります。うん、これ実物はもうちょっと大きいイラストで描かれていて、その輪廻のところだけ大きく切り取ったような感じになってますね。本当は上の方にあの鳥がいます。はい。上見てみるとこんな感じ、ごめんなさい、裏目見てみるとこんな感じですね。はい、じゃあ早速手ぬぐいの方をちょっと開けて飾ってみましょうか。はい、飾ってみるとこんな感じになります。はい、ミクちゃんが美しく写ってますね。すごくあの縦に長い、手ぬぐいになってるんですけども、まあおいそれと使えない手ぬぐいですよね。はい、いやーよくできてるよ本当に。このね、あのイラストをあの手で描くっていうのがまたすごいですよね。これあのリンハっていう、まあ、書き方なのかな、ごめんなさい、ちょっとその辺は詳しくわかんないんですけども、まあリンハと呼ばれる書き方らしくて、でその通りね、そのやり方でミクちゃんを描いたっていう感じのものになります。はい、
この後映像流しますので、はい、撮ってきた写真ですねを一緒にちょっとね見ながら振り返ってみようかと思います。はいはい、でですね、続いて、こちらの方ですね、現場の写真を、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、こちらが、新宿丸井の方のやつになります。スペース的には、本当一角を借りてやってるような、まあ、いつもどういうような感じのやつでした。はい。で、まあ、新パート見ていくとこんな感じで、パネルがあるような感じになってます。はい。なんだろう。すごいね、トアさんのイラストが大きく描かれてるのは良かったんですけども、後ろのこのこいつは単体でね、パネルが存在するんですよ。面白かったね、これがね。はい。で、あとグッズこんな感じです。紹介できなかったやつは写真撮ってきました。アクリルスタンドって感じですね。アクリルスタンドキーホルダーですね。はい。これがね、なんともシュールだよねはい。で、これが他のボカロクたちのやつですね。カイトがね、すごい大きいんだよね。バルーン4つ持ってるっていうのもあるんですけども。で、マフラーが、ミクちゃんの髪の毛並みにブワーって広がってるんで、それで余計にっていうような感じですね。はい。で、あと、読売ランドのグッズも置いてありました。はい。以前紹介したこちらの、名前が入ってるやつに関しては、レン君しかなかったんですけども。はい。もうちょっとこれ在庫欲しかったね。やっぱ人気だったね、あれね。はい。で、まあ、こんな感じにバーっと置いてあって、あと、ユキミキちゃんのグッズもいくつか置いてありました。今回買わなかったんですけども、うん、このね、PVC のパスケース、これすごい欲しかったんだよね。うん、ちょっと手持ちがなかったんでやめました。はい。って感じですね。うん、これが全部になります。ちょっといろいろ、主要な部分は取ってきたつもりなんですけども、まあ、実際に場に行ってね、楽しむのもありだと思います。ちょっと入場制限がかかってたんですけどね、さすがにコロナ禍だけあってね。うん。その辺の、対策は徹底されてるみたいです。はい。まあ、気になった方はぜひ行ってみてください。はい、じゃあ次見ていきましょう。はい、続いてこちらが僕らが日本を継いでいくの、ものになりますね。展示会になります。はい。これは、リンハっていう、なんて言えばいいんだろう、書き方って言えばいいのかな、うん、を使って、既存の、まあ、イラスト、うん、イラストなんだけどね、イラストなんだけども、まあ、それに既存の、まあ、こういった、なんだろう、作品に、ボーカロイドを合わせたっていうような感じのものになります。これがね、すごかったね。やっぱ間近で見るとすごかったんで、見ていきましょう。はい。これが今回のこの目玉と言ってもいいやつですよね。でっかいビオブのやつです。はい。もう写真いっぱいに収まらないぐらいでっかいやつでしたね。うん。はい。で、こちらが今回僕が買ってきたグッズのうちの一つですね。ケイさんのイラストを元に、使えたものになります。はい。この和服のミクちゃんすごい可愛くていいよね。フィギュアで欲しいわ。はい。で、ミクちゃんの他にも、ブラックジャックだとか、リラックマじゃなくて、リラックマでやってたっけだとか、はい。あと、ドロローみたいな感じのもありました。うん。これすごい合ってていいですよね。うん。はい。で、ミクちゃんこんな感じにあります。写真ちょっとブレてんな。はい。こんな感じになってます。ケイさんと、それから生島さんのイラストですね。ちょっとそれぞれ見ていきましょうか。桜に、なんて呼ぶんだろう。ちょっと難しい。はい。芳一最晩年でいいのかな、の名作として知られる。繊細な薄紅の、桜花。その枝に止まる色鮮やかなオールリ。幹の描写にも、筆枝がさえ、花曇りの情緒かなに満ちている。振袖をまとってたたずむミクの、姿が一層華やかさを添える。漢字が難しいっていう感じになってますね。うん、いいよね。よいしょ。はい、ズームして見てみるとこんな感じですね。いや、すごいね。本当これに関してはよくできてるなと思います。これちゃんと筆でやってるっていうのがね、面白いよね。すごいな。はい。で、こちらが生島さんのやつですね。これも見ていきましょう。初音ミク×ジャック・オキドリかな、なんて呼ぶんだろう。全然わからん。はい。さまざまなポーズで描かれた、人の名前なのかな、うん、お得意の鳥たち。筆性、墨の、漢字が全然読めない。難しいな。んちゃらによってで動きにある、表情が滑写されている。弧を描く尾羽は
流暢なミックの髪の流れにこうするって感じに書いてありますね。うん、漢字がむずい、全然読めない。はい、まあ確かに、うん、そんな感じがするわね。はい、はい、じゃあ続いて見ていきましょう。こちらが V3 のミクちゃんのやつだったね。はい、初音ミク×富士、長々と、下水するでいいのかな。ゴーチャかな、な富士の、なんて読むんだろう、花なんちゃら、はい、花なんちゃらと絶対言わないけど、うん、しなやかで軽やかな S 字を描く、ソイチ得意の、マン、つぼみの描写が弾むようなミクの髪とこうするって書いてありますね。うん、マジで漢字が読めない。漢字得意な方なんだけどな。はい、まあ、確かに藤のやつすごい綺麗ですよね。うん、これちょっと動画にも撮ってきてるんで、後で一番動画の一番最後にくっつけますね。はい、でこちらが輪廻のやつになります。うん、輪廻のこれがなんて読むんだろうね、オナガドリのところしか見えないよね、読めないわ。はい、晩年のソイチが新たな画題に挑んだ、斬新大胆な画風に近代画の兆しが見える、輪廻のパワフルなボーカルが時を超えるって感じですごいかっこよく書いてありますよね。はい、輪廻のやつクリアファイルもさっき紹介したと思うんですけども、あのこれがねなかなかいいですよね。うん、まあなんだろうな、輪廻がやたらカラフルっていうのもありまして、このイラストにね、ちょっとね、難しいところもあるのかなとは思うんですけども、鳥よく見たら頭切れてるな、これな。はい。うん。でもまあ、すごいいい感じでありますよね。はい。で、これがアップで見たミクちゃんの屏風のやつですね。これを、ちょっとズームして見てみると、わかるかな？ちゃんとね、筆とかで描いてあるんですよ、これ。すごいですよね。決して屏風の上から印刷かけたとかじゃなくて、ちゃんと書いてるんですよね。すごいよね。いや、ほんとすげえとしか言わないんですけども。うん。はい、これが屏風のやつですね。初音ミクかける、なんて読むんだろうな、なんちゃらばな。はい、リンハウ象徴する名作、ウントラカントラへのオマージュ作品、近似に、緑星かな。群章で贅沢に彩られたウィンシャルバダの群生の中、スックと立つミク、ブルーグリーンの髪色がシンクロするって感じに書いてありますね。うん、いや確かにこれすごい面白い出来でしたね。はい。では最後にですね、このイラスト、描かれたやつですね、は、動画に撮ってきてますので、で、いつも僕がタペストリーレビューするような感じで、動画の撮ってきましたので、そちらの方見ていただければと思います。はい。じゃあ、どうぞ。
はい、というわけで、新宿丸いと、それから、僕らが日本を継いでいくの、紹介でした。はい、映像とね、一緒に振り返ってみたんですけども、いや、コロナ禍でね、ミクシャのイベントが次々潰れていく中、よく頑張ってやってくれてるなと思います。はい。なんか久しぶりにね、こういったものなんかちょっとやったなって感じがしますよね。はい。で、秋葉で、最後に紹介してたの忘れてます。こちら、ロートデジ試合の、ミクちゃんのやつ、また出してくれてたんですね。びっくりしました。はい。で、横見てみると、初見かけるデジ試合って書いてあって、パソコン作業で働く人も冷やしてスッキリフレッシュですね。うん。使いとしてはこんな感じ。うん。まあ、物が欲しかったわけじゃない、まあ、使うとは思うんですけど、多分ね。よくパソコンで作業してますから、はい。使うとは思うんですけども、まずミクちゃんのね、また柄が入ってる、ロートさん、ロートデジアイさんのね、箱が手に入ったっていうのが、また嬉しかったので、買ってきちゃいました。はい。中身を見てみると、よいしょ、はい、こんな感じに、あ、袋もミクちゃんのやつなんだ。あ、嬉しいね、これは。はい。なるほどね。まあ、こんな感じになってるみたいです。後でちょっと使ってね、後日、そうですね、ツイッターかなんかであげようかな。うん。はい。って感じですね。秋葉の、松本清で見つけたんですけども、うん。まあ、もし見かけた際は買ってみるのもいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。また今回のイベントも楽しかったんですけども、そうですね。また次回何かあるようであれば、またちょっと行っていきたいなと思います。コロナが収束したと思いきや、緊急事態宣言第2次が来そうですよね。まあなので、もし行く際は、本当に気をつけて、行ってきてください。はい。もう絶対アルコール系は手放せないですし、マスクはしててもあんまり意味ないみたいなんですけども、まあ一応エチケット面のところでね、あとマスクしてないと最近は入場できないっていうのもありますから、はい。電車とか使って移動するとは思うんですけども、もう存分に気をつけて、行ってくださいね。はい。マジカル未来が本当にどうなるかわかんないんですけども、はい。またミクちゃんのイベント行けるようだったらちょっと行ってこようかと思います。はい。というわけで、紹介したバシーと、ミクとミンでした。はい、またねー。またねー。ミクとミンと、バシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価。お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バシーと、ミクとミン、チャンネルを、お願いします。